田中温泉から、中野市でしょうか、その、千曲川沿いに下っています。これ反対側に行くと志賀高原で草津温泉に抜けることはできるんだけど、それはまだ冬冬季閉鎖でダメです。25日頃だったでしょうか、だからあと1週間かそこらで向こうに抜けることはできるようになります。なんかこっちの方はなんかどこもそうかなって、この冬季閉鎖はですね、普通の国道はその頃、通行できるようになるようです。只見線沿いの国道もそうですね、その頃。あとどこだろうね、例えば日光なんか上の方の千条ヶ原のあたりを通り抜ける道っていうのもその頃のようです。